その土地で採れた小麦、地麦を使おうという機運が各地で高まる中、張豊の産地、江別市で札幌県域産小麦を使ったパンとスイーツの講習会が行われた。県域のプロユーザーの方、この方にこう地麦の美味しさを知っていただくというのがポイントになります。県域で4万トンぐらいこの美味しい小麦が取れているわけなんですけれども、美味しいということをですね、地域の方っていうのはご存じないんですね。やっぱり地元のパン屋さんなりお菓子屋さんを通じてですね、麦の美味しさを知ってほしいな、そういう狙いですね。早速講師の話を聞いてみよう。本当面白いと思います。畑で採れた多い品種から順番にその割合と同じようにブレンドをしてくださったと。畑の縮図ですと。いうブレンドになってます。この札幌高一県のですね。そうですね。それを使い尽くすっていう意味では本当意味のある配合なので、一回これをやってみたいっていうパン屋さん有志の声があって始まったプロジェクトなんですね。地域の粉でパンをやるっていうのはパン屋さんの、俺みたいなところもあると思うし、そういう職業なんだと思う、元々はどうだっていうところもあると思うので、そのための粉がないのはちょっと切ないから、一回でそれをやってみたいよと。地粉の使い方について二通りの解釈を述べた。一つ目は特質をそのまま生かす方法、二つ目は工夫次第で狙ったところへ持っていく方法がある。皆さんお餅のパンに落とし込むのがいいのか、なんかこう粉ありきで、その粉の良さというか、粉をなんか生かしてうまいパンになるように持っていくっていう方向がいいのか、答えはないと思うんですけど、どういうふうに皆さんが持っていくかっていう時に、ああやってクロワッサンとかに落とし込むとあこうなるんだなとか、バゲットでも普通にじゃあ普通の皆さんが作ってるバゲットにやった時になかなか味が出ないなって言ったら、じゃあオーバーナイトでやろうかとか、ポリッシュで、なんか持ってって味を出そうかとか、そういう、すみません大変恐縮なんですがご提案になればというところだけです。すみません。味に重点を置き試作検証した結果、発酵種や低温長時間発酵で味を引き出す方法が有効であると述べた。小麦の特徴を生かしつつ、製法や副材料の工夫次第で従来の道産小麦のイメージとは異なる軽い食感を生み出せた。グルテンをあまりつながらないように作ろうと思いまして、今回液体の油を結構入ってまして 15%、歯切れを良くしたいと思いまして、卵白を 20% 配合したのが、名前はイギリスって書いてあるんですけど、形だけですね。僕は一般的なパンに置き換えても十分に使える小麦だという、試験結果というかですね、感想です。続いてカステラを作って検証してみた。すごく複雑な、今回の粉が強力に近い中力っていうことなんで、通常カステラ焼くときよりも卵白を泡立てるときの比重を、ちょっと軽めに、通常だと 100cc カップに 38g 入る、比重38のところを36まで、空気を含ませた状態で粉と合わせて、調整して焼いてみます。非常にいい感触はありますね。高さも、割と出てますし、触った感じも割とふんわりしてるのかなと思うので、ちょっとお店でも通常町村農場さんの針を声を使ったカステラを焼いたりするんですけど、それよりも軽い感じに仕上がってるように見えるんで、あとこれで試食してみて、どんな味わい、どんな食感、どんなしっとり具合かなっていうのを
確かめられたらなと思いますね。まあ味がどうこうっていう部分で言うと、まあやっぱり圧倒的にこうね、強力系の、パン向きなパン用麺用の小麦を、ね、多く作ってる、エリアなので、まあ、北ほなみだけのものよりもやっぱりこう味が深くなるような気がしてます。香りとかも強くなると思うので、お菓子にどのぐらいね、そういうこのプラスアルファの香りが、美味しさとして加わるのかなっていうところではすごい楽しみだなと思ってます。参加者はどう感じたのだろう。小麦ってなんかイメージ的にやっぱりもちもちしたとか、どっちかやっぱり外箱と比べるともっちりしたとか、ちょっと重たい感じっていうのはもう頭の中にあって、ちょっと軽い感じだったっていうのがちょっと意外だったなっていうイメージしてたのと、やっぱりあのちょっと違った感じがして、発見っていうか、そんな感じでしたね。カステラを実は昨日お店に行って買って、今日の朝実は食べてきたんですけれども、ちょっと小麦粉が違うだけでもっちりとしていて、うまみも少し感じられたような気がしました。さあ、では十勝さんのものを使って、会社の友人が、まあ、それを使っていいよっていう話を受けて、でも今もそれを手探りっていうか探りながらですね、はい、青物甘根物がやっぱあるので、はい、多分単純に置き換えはできない、はい、今まで使ってたその日清とか日本製粉の北米産やなんかのこれと簡単にはできないんで、はい、この結構難しいです、はい。ふんわり、本当にふかふか そのジェノワーズを焼きたいとかってなった時には、まあ、ちょっと不向きな部分がもしかしたらあるかもしれないし、粉が持ってる部分を しっとり、まあ、パンにするとも もち性の部分だと思うんですけど、あの逆にそれが出てきてカステラとして違うしっとり感になって食べれるなって思うんですね。今改めてじゃあ、作りたいパンに、こういう近所の粉を落とし込んだ時のその難しさっていうか、工夫して、技術も取り入れてやらざるをやっぱり得ないのかなっていう結論かなと思います。今はそうやってパンとして美味しくしないとダメかなというふうに、まあ、かなり極論というか結論なんですけど、思うのは田村さんおっしゃったことですかね。やっぱりどういうふうにその実際の商品に生かすか、生かしていけるのかっていう、ただ動産だからいいとは僕は思ってないので、お菓子っていうか商品にして生きなければ意味がないですよね。どうやって生かしていくのか、どういう方法でやると粉が生きるのか、この辺は難しい。今回の試作からいろんな発見があった。ここで得られた体験と知識が新たな発想を生み、次へのステップへとつながりそうだ。焼き上がり、見えるのはこっちなんですけど、多分食べて美味しいのはこっちなのかなと思うのです。このパリパリしてる、結構空気を含んだ感じ、ふわっとしてるけどもっちりした感じ。ミルクのポリッシュっていうしっとりしてでも美味しいです。種の味がしました。酸味ちょっと感じは始まったばかりの地麦は一つで何でも作れるような簡単便利さはないが、使い続けることで開ける未来があることをこの後丹野氏から語られます。そこには地麦を使うことの本当の意味が見えてきます。本当はなんかこうこれだけ周り近所に小麦があって、そういう粉を生かした
自分のところの商品作りっていうのを やりたいなっていうのはオープン当初からあったんですが、なかなかそれができなかったっていうのがあって、突然出荷停止があったりとか、まあ、結構僕の場合、あと自分で一周する引こうと思って、なかなかいい原爆が手に入らなかったりだとか、そういうのがあって、しばらく断念してたっていうことは実際あるんですよね。で、使う積極的な理由っていうのが、今はですね、やっぱりその、だってこれ使うとこんなうまいパンになるんだっていうのが本当に積極的にはないかもしれないんですが、ただ使っていかないと、例えばこういう会議、こういう場でですね、先ほど大塚さんとか萩原さんとか生産者の方がいらっしゃってくださってたように、生産者とか あるいは育種の方とか、そういう人たちとこうなんかこう言葉だけの共有ではなくて、実際こう作る過程とか出来上がったものを食べたりだとか、そういうものをこう共有しながら、ああパン屋が言ってたこう味がどうこうとか、引きがとかもっちりがとかっていう、あこういうことなのねみたいな、今の品種がもっとその味重視で、育種の方がもちろん農家さんの作りやすさとかいろんな意味でのあれっていうのは考慮されながらも、パンにしてうまいよねっていうパン、小麦粉ができてくればもっとこう積極的なその使う理由になっていくかなっていうふうに思うので、味重視の小麦栽培っていうふうになっていくであろうし、なっていってほしいなっていうのもあってですね、そういう意味でやっぱこういう機会とかこういう勉強会とか、今はだからむしろその自分たちが作りたいパンはこういうものだっていうのを知った上で、そのための技術的なことをその持っていくためのですね、技術的なことの勉強っていうのが絶対必要なんでないと、なかなか使い切れない部分っていうのはあると思うので、でそういう勉強をしながら農家さんとか育種の方と共有していければ、不動産コミュニティとか大変すいません、恐縮なんですが、そうなってほしいなと思いながらこういうことに関わらせてもらっています。ここで丹野氏の話をまとめてみよう。これまで生産者がパン屋さん、実事者と直接接することがなかったが、顔を合わせ直接コミュニケーションを取ることでお互いの声が届きやすくなるということは、欲しい小麦と作りたい小麦が一致し、同じ価値観を共有し合える良好な関係が築けるだろう。言い換えれば、奨励品種と使いたい小麦がイコールになれば、本当の意味で品質、味、ともに地元だからいいよねと言える時代が来るかもしれない。両者を結ぶ製粉会社もまた関係の結びつきの大切さを訴えている。一歩となるのはですね、やはり生産者とまた違う我々がですね、心を解放した関係でなきゃまずなきゃならないというふうに思います。国産より安いから使うんだとか、国産の方が安いから使うんだとか、はたまたこれを今ね、今この条件ではこの品種しか作れないからこれを使えばいいんだということではなくてですね、やはりお互い顔の見える関係というのをやはり大事にして、麦作り、そして麦使いをですね、していかなきゃならないんじゃないかと思っています。だから小麦を通してですね、実務者の方たちとか、消費者の方たちの顔が非常に見えづらい部分があるということはあるんですよね。こういった会議に参加してですね、皆様と手を取り合わせて
素晴らしい小麦を作る、日本で作るという意味をもっと、深めていきたいなと考えて私は作っておりますので、なんとぞ仲良くしていただければと思います。自分も小さな子供の頃にそういうのを見て、見てるからこそごく当たり前にこういう素材を使ってる、それが本当に一般的になっていけばいいなと思うので、この、まあ、この地に住んでいる以上小麦に意識が持てるようになっていけたらっていうふうに思うので、興味を持つ人が増えてくれることがまず大事だなっていうふうにすごく感じてます。プロの方の手元をすぐそばで見れるっていうのが一番いい経験だったと思います。いろんな方のお話も聞くことができてとても参考になりました。札幌の近くで取れるっていう小麦を私たちが使うっていうのはすごい大事なことだなって思いました。技術の向上だけでなく人とのつながりがボイスタにつながっていることが示されたように思う